ナムは愛の平野翔が28日自身の NS ティアグラムにて生配信を実施、自撮りショットを公開し反響が寄せられている。この日夜自宅からゲリラインスタライブを行った平野、ファンから多くのコメントが寄せられる中、脱毛したことあるのコメントを拾った平野は、過去に一度だけヒゲを脱毛したことがあると明かす。少し濃くなったような気がしますと彼は認め、するのは本当に痛いですと付け加えた。嫌いなの、ヒゲをする時間がとヒゲ剃りに煩わしさを感じていると話した。さらにヒゲ剃りトーク中に寄せられた、ヒゲに合いそうだけどなのコメントに対して、平野はヒゲ生えてる写真あるよ、これとヒゲが伸びている時の写真があることを明かす。2000の屋根用ちょっとやばそうと公開を躊躇する平野に、ファンからは見たいや見せてとリクエストが相次いだ。平野はそんな見たいよ、ヒゲ生えてる俺別に普通だよ、見せてもいいけど別にどうってことないよとコメントしながら、ファンの声に応えるようにスマホに収めていた自撮りショットを公開。襟足が肩まで伸びた長髪スタイルだった頃に、口周りと顎にヒゲが生えている様子が見て取れ、テレビや雑誌では見られない貴重な姿が収められていた。平野のインスタライブが始まると、 X 旧ツイッターでは平野翔インスタライブがトレンド入り。貴重なヒゲショットにはワイルド、ギャップやばい、ヒゲの破壊力がめちゃくちゃ似合ってる、想像を超えた、一番見てみたかった姿、色気がダダ漏れなどと多くの反響が寄せられた。